はい、こんにちは。こじきんです。10月1日と2日の J リーグの移籍のニュースを振り返っていきたいと思います。まずは年明け早々に、契約更新ありましたね。ジェフの小森ヒーロー。これ契約更新大きかったですね。まあ、どう考えてもこう J1 に移籍するだろうっていう予想はみんな多分立ててたと思うんですけれども、小森まさかの残留ということで、まあ契約は多分ね、大卒なんで、まあ2年とか3年契約で結んでるとは思うので、残っていたとは思います。で、移籍金多分かけててもね、J1 のチーム取りたかったと思いますけれども、ここでこう男気、多分だけどね、推測でしかないけど、オファーがあったかどうか、きっとあったでしょう。1年目であんだけ活躍したら。うん。本当にやっぱ足の振りが早いし、まあ抜け出すタイミングうまいしね。で、やっぱ高さも結構ありますよね、小森って。身長何センチでしたっけ？ちょっと今調べよう。178か。まあ180はないんですけど、でも空中戦も強い印象あるんで。これは本当に大きな。ジェフとしては、まあ補強ではないですけれども、かなり大きな、まあリリースになりましたね、これはね。契約発、公式発表になりました。続きまして、スポニチですけれども、ガンバが大分の満了になったサカにオファーを出してるっていう。まあ、これはもうほぼほぼ決まるんじゃないでしょうかね。うん、まさかの契約満了からの J1 にステップアップってところですね。あと、ヴィッセル神戸が川崎フロンターレの宮代獲得が決定的。で、まあ、あと浦和の岩波も完全移籍で獲得決定的というような、そういったニュースがございましたね。うん。まあ、岩波はね、神戸の出身ですから、まあ、馴染みのあるチームだから、まあ、来る可能性高いですけども、宮代ね、なかなかフロンターレでこう、ね、期待されてこう育てられて、ただしかし、こう、いまいちね、そこそこ活躍はしてるけど、パッとせずっていうような感じだったんで、まあ、完全に席をね、移してってところになるでしょうか。そして、浦和レッズが名古屋の前田直樹。獲得に動いてるということで、確か前田は浦和の出身だったと思うので確かね、まあなんか移籍する可能性高そうですよね。あと多分同期の中島翔也もいるので、そこら辺も大きなアシストになるかな。まあ海外にね戻るかってところありましたけれども、まあやっぱりフィジカルのそのなんだメディカルなんていうんですか、テストというかあれにちょっと引っかかっちゃったんじゃないかっていう、まあ、だから浦和としても少しリスクはあると思いますね。あとは町田ゼルビア、谷、ゴールキーパーですね。ガンバの、谷にオファー出してるということで。まあ、キーパーは結構探してますね、ゼルビアね。結局誰も決まってないんでしたっけ？なんか、シュミット・ダニエル狙ってるだとか、あと誰でしたっけ？忘れちゃったけど、誰か狙ってるみたいな。あ、山口か。水戸のね。はい、とかありましたけど、まだ決まってはないですね、正式に。うん。あと、大宮ね。J3 大宮が、杉本健勇。ね、健勇、J2 から J1 に行ったと思ったら、ね、まあまあ、活躍はぼちぼちって感じで、大活躍ができませんでしたけど、まさかの J3 に行っちゃうかっていう感じです。大宮がなんだかんだ、なんか J2 時代よりいい戦力整ってんじゃないかなっていう、そんな感じがします。その大宮から契約満了になりました、大山ですね。はい、もう大宮のイメージが強い選手ですけど、彼は津軽金沢に移籍ということが発表されました。まあちょっと今なかなか金沢チーム事情も大変なところはあろうかと思いますけれども、ちょっと頑張っていただきたいところですね。はい。で、あとは、そうですね。契約更新系で言うと、西矢が徳島ボルティス残留ということで、まあ西矢も結構狙われてはいたかとは思いますけどね。あと、水戸ホリホック、本間浩二。契約更新。おめでたい。はい。あと、移籍系で言うと、ファジアーノ岡山が、フォワード、グレイソン。どんな選手なんでしょう。韓国から来たんですかね。186センチのフォワードということで、結構ゴリゴリ系の感じでしょうかね。まあ、なんかスペックを見ると、ポストプレイできつつみたいな感じ。チアゴ・アウベスとまた違うタイプのフォワードなんじゃないかなと予想しますが。まぁ、ちょっとこれもね、プレイ動画とか後で見てみようかな。はい。あと、水戸の新里は、グルージャ・森岡に移籍ということです。はい。あ、ごめんなさい。新里じゃない、新里ですね、こちらはね。もう毎回間違えるわ。はい。そして1月2日、今日のニュースですが、日中ですね、ファジアーノ岡山ですね、またね。ブローダーセン。横浜市から獲得ということで。まあ、J1 でね、レギュラーっていうところにはなりませんでしたが、13試合か、出場数。J2 で彼の、
セービングはもうたくさん見てきたので、まあ、これはもう完全に主軸のゴールキーパーになってくるかなと思います。うん。ほんと、ポカもね、まあ、なんか大宮戦かどっかで横浜市時代ポカやってたの記憶あるけど、あれぐらいじゃないの？本当にブローダーセンいいキーパーですよね。はい。というところで、やっぱ、ファジャーの岡山が、まあ、去年もそうだったかな。でも、シーズンのこの、入りまでの補強の動きが素晴らしいですね。さあ、というところで、まあ、ちょっとまだね、5時台なので、こっから移籍のニュースあるかもしれませんけれども、はい、一応ちょっと1月1日と2日というところは、こういったニュースがございました、という感じです。まあ、またね、ちょっとぼちぼち。まあ、三が日が終わってからまた動き出すんじゃないかなと思いますけれども。うん。ね、大晦日とかね、ジュビロがこう外国人一気に補強したりとかで。またそれもね、面白そうですよね。ちょっとまだプレイ動画見れてないんですけれども、センターフォワードのなんか190ぐらいある選手がめちゃくちゃね、期待がかかってるらしくて、楽しみですね、その辺もね。はい。というわけで、1月1日と2日のニュース、一応軽くざっとね、振り返ってみました。ありがとうございました。